あ、うん。どういうこと？期限とかあったん？あ、のぶしさん。時間があまりないので手短にお伝えさせていただきます。詳しくはメールにあった通りです。そしてやはり用紙の目的地はここ秋葉原で間やば違いい、ありまメせイん。ンミッションのところに来ちゃったのか。現在瀬島さんとエージェント精鋭がやつらに、まずい。こんな時まずい。こんな時だからこその状況だな。真っ向勝負。援護お願いします。え、二択。様子からしてあの男もおそらく眷属のもの。早急に全員処理します。これ早急なのか早急なのかどっちかにしてくんないっていつも思うんだけど。大丈夫です。私とあなたならきっと勝てます。恐れないで。眷属の影足とも同時に相手にするのは困難ですが、こんな状況に要守が来られるとそれこそ。ここまでの流れからして普通影足の方を味方するでしょ。瀬島さん、助かりました。これで瀬島さん。え？ついてこい、見ろ。そんな連中を相手にしている暇はないやっぞ。ぱり父親なんでしょ、ルイの。あ、しかしそんな。要は壮大な夫婦喧嘩に巻き込まれたみたいな感じなんじゃないの。まさかあなたがここにいるということは。この男。なんです？影屋しかしている。え？来い、ミド。はい。どういうことなの？我々には興味なしか。結局最後までごまかせたか。ですね。到着したんだよ、この秋葉原に。母さんたちが。いよいよお目見え、お目見えですか。それゆえに、容姿の眷属とはいえ、奴らにとっては些細な敵というわけだ。本来は早急だった気がするけど、どっちでも通じると思う。あ、そうなんだ。ルイちゃんのことがバレてれば全然対応違うんでしょうけどね。すずちゃん。でもなんか早急って言った方がなんか分かってるな感するよね。すみません。おや、どうやらエージェントはあの二人だけではなさそうだ。最悪を最悪って発音しちゃうようなもんか。違うか。気配こそ消しているが、相当数を配置しているな。安心しろ。全員が駅口を狙って、我々など蚊帳の外といった様子だ。白昼堂々とこんな場所で大規模な戦闘を双方が望むとは思えないが、万が一ということもある。すず、行くぞ。はい、気をつけて。全お然前話が聞いてなかったな。どういう状況になろうとも気を抜くな。誰に言っている。この子を頼む。自分もエージェントだからな。しょうがねえな。これが要衆。出迎えご苦労。ナイロの。完全に初見だわ。今まで一切見たことない、この人は。いるって。バカにして、このバケモン。久しぶりだ。そうね、お互い変わらないわね。やっぱ夫婦か。私は君ほどじゃないさ。相変わらず私の眷属の血を喰らい、老化を防いでいたようね。防ぎきれるものか。連続接種しようものなら末端の血が定着してしまうからな。じゃあ、瀬島も戦前の人間ってこと？あら、そう。てっきり、とっくにそうなのかと思っていたわ。最初に会ったのが何年前だったか、もう覚えていない。何年前ってレベルじゃないでしょ。あの頃はまだ内閣情報調査室特別班だったかしら。それとも統合幕僚会議事務局第二幕僚室特務課？ああ、もう一回言ってくれ。どれでもいい。大した差ではない。
所詮書類上の建前だ。どちらにせよ長い付き合いだな。そうね、いい加減うんざりするぐらいだわ。だからかしら、こんな大勢で出迎えてくれたのは。二人しかいないけど。え？気配は消してるけど。何？周囲に相当数が散って配置されてる。多分ママを追ってた連中が先回りして。分かってる？分かってた？ちょっとママの前で格好悪いよ、やめてよ。次からはもっと警戒。いい？うん。反省してます。なんだそいつ、新しい娘か。あの二人は確か秋葉原の地元アイドルじゃ。そんな、まさか。それじゃあ私たちは毎日のように奴らの写真を見ていたのに、今まで気づかずに。しかも陽動だという。あれ、バレてない？おかしい、とっくにナイロにバレたはず。まさかあの彼はナイロのエージェントじゃなかった。さて、それでどうするの？こんなところで派手にやる気？ナイロ側についてると存在がバレてるっていうことかな。分かっていると思うけど、こちらも戦闘に特化した連中を相当数あたりに配置しているわよ。今までひた隠しにしてきた我々の存在をいよいよ公にさらすのかしら。お互いに望まんだろう、そんなものは。挨拶がてら聞きたいことがいくつかあってね。構わんかね。いいわよ、手短にね。ママ、ここは私たちが。いい、あなたは黙っていなさい。我々がお前を日夜追い続けているのは知っているはずだ。それなのに危険を冒してまでこの秋葉原に何をしに来た。しかも隠れようともせず。確かに、いい加減やめたいっていうことか。外国人のように観光というわけではないだろう。娘たちの顔を見に来た。人間にもそれぐらいの感覚はあるでしょ。親心というやつよ。化け物の分際で偉そうに。あいつムカつく。うん、後で殺そう。怖い。二つ目の質問だ。ではその娘たちを使ってこの秋葉原で始めたあの馬鹿げた計画は何だ。今までのようにおとなしく人間社会の陰で我々に駆られるのを怯えながら暮らしていればいいものを。しかもお前は自らをおとりとしてまで使っている。なぜ。どれも腑に落ちん。バカげた。ママの考えた計画を侮辱するな。ちょっとおとなしくしててくれる。テンポ悪くなるから。ママ影足の未来のために計画を草案してくれたの。さてね、計画の狙いは私たちの同胞を捕獲し聞き出しているのでしょ。今更だけど、これマナとセナで髪の毛の長さ違うんだ。ならば答える必要はないはずよ。お前とは付き合いは長いがあまり話す機会はなかった。だからお前のことを詳しくは知らん。お互いゆっくり話したい相手ではないから当然よね。だが聡明な女だとは聞いている。そんな奴がいくら長寿の主とはいえこんな先の見えない計画を危険を冒してまでやり続けるものか。夫婦ではないな。ルイって主人公みたいに助けられたってことかな。そんで影足化している。何か他に理由がある。そう思うのが普通ではないかね。さあ、わからないわね。もういいかしら。出迎えは嬉しいけれどゆっくりはしていられないのよ。だろうな。だが最後に一つだけ答えてもらおう。秋葉原で計画の指揮を取っていた次の容姿はその二人のどちらかか。そうよ。
違う。それが何か。嘘をついている味だぜ。ママ。そうか。そうなのか。いや、何。ようやく会えたなと思えて。バカ正直に信じる奴がいるか。そうか。お前たちなのか。ようやく見つけ。なわけねえだろうが。言う。死ね。お。さとこさんが。強い。そうか。そういえばもう一人いたな。ち、仕留め損なったぜ。ヒュー、何をしている。独断で動くな。こいつさえいなくなりゃお袋もバンバン剤だろうが。ママ、姉さん、こうなったら私たちも。待ちなさい。今動けば全員が動くことになる。それは避けたい。でもマナ、ママに従って。はい。違うと言ったな。あの二人が次期要主ではないと。では誰だ。誰が次期要主だ。ユウだ。答えろ。ユウ、口を閉ざして下がりなさい。嫌だね。どうせこいつは死ぬんだ。教えて。大暴走やん。やめなさい。後ろにいるやつだよ。ば、うん。バカな子。お前か。お前だったのか。確か文月るいと言ったかな。どうでもいいと思っていた松前が。そうか。そうか。なるほどな。我々を騙すために末端には伏せ、指揮系統まで変化させていたか。仲間が拘束されることまで考慮済みとはな。これは見事だ。参った参った。さとこさんがヤムチャみたいになっている。指揮系統を陰徳のために変えたわけじゃない。長子である私たちが優秀だから、ママは指揮を与えてくれた。そうよ、そいつは無能で私たちのお荷物みたいなものよ。どうかな。どこを見ている。てめえの相手はこの俺。黙れ、死ね。すぐ立ち上がるな。すえ、バカ息子。何をぼさっとしている。海月類を捕まえろ。絶対に殺すなよ。殺せばお前も私に殺されると思え。ここでやる気。構わんさ。容姿と次期容姿を同時に手にできるのだ。できるわけないでしょ。どれだけことを大きくしようがどうでもいいんだよ。我々にはな。ルイを拘束だ。こっちは私が引き受ける。どうした。だったかしら。今までルイを助けてくれてありがとう。え、知っているわよ。あなたルイのためにいろいろとしてくれていたのよね。ママ。危険を覚悟でいろいろなことからルイを守り、彼女の相談相手にまでなってくれた。その子の母親としてお礼を言うわ。なんだと。なんだと。貴様、どういうことだ。どうしてそれを。誰から聞いた。あなたには妹思いのお兄ちゃんがいるでしょ。まさか。仕方ねえだろ。お前か。お袋からの命令だ。怪しい動きをしているお前たちを監視しておけとな。でもどうやって。秋葉原には盗聴器なんてものがすぐに手に入るからな。簡単さ。利用させてもらったよ。最低。俺に覗きの趣味なんぞねえよ。音声データはそのままお袋行きだ。じゃあママに覗きの趣味があったってことでいいですか。あなたが心配だっただけよ。私との、時間を、私たちだけの時間だったのに。どうする気だ。
裏切りの代償は重いぞ。おじさん一人に何ができると？だが今その娘を拘束するのなら全てを水に流そう。全ての罪をなかったことにしよう。きっと錯乱していたのだ。今ならまだ間に合う。信じない方がいいわ。その男は目的のためならどんな残虐なこともしでかすわよ。残虐なこと？同族である人間ですらゴミのように扱う。裏切り者なんてどんなひどい目に遭わされるか想像もできない。だから里子さんのことを微塵も心配もしないのか。来なさい、私たちの元へ。え、ママ そいつは私たちを倒そうとしたんだよ。知ってる。まさかあなたたちですら苦戦するとは思わなかったけど。責めてるわけじゃないのよ。みんな無事だったし、そのことは一度水に流しましょう。いいわね。ママがそういうのかぶせる。フュージョンしている。ねえ、私たちは人間と違いとても寛大よ。さあルイと共に来なさい。そして本当の意味で影足として仲間になりなさい。ルイもさあ早く。なんかどっちにもつきたくねえな。母さん、私は母さんの言うことなんか、この町で私は暮らして、我の力で王国を作るか。ノブシ国を。この状況でわがままをやめなさい。穏健派とかいう少数グループで独立しようなど。わがままじゃ。次期養子として知られた以上、ナイロが血眼になってあなたを狙ってくるわよ。少人数で生き残れると思うの？ん？どうしたらいいんだろう。さあ。君のためだ、養子のもとへ行こう。俺が君を守る。だから。にしよう。一緒にこの街で生きていこう。君のわがままを叶えてやる。やべ、何も思いつかねえ。何これ、選びてえ。一緒にこの街で生きていこう。ノブシ国建国である。何よバカな。初めてだな、気が合った。どうやらそのようね。まとめてかかってこいや。第5班を殺し、次期養子を確保しろ。他はゴミ掃除だ。ミド、いつまで寝ている。起きろ、仕事だ。4名を殺し、ルイを取り戻せ。他はナイロの雑魚を消せ。やっべえ。ユウは私の援護に。こいつを最悪。やっべえ。ルイと共に逃走。どけ、雑魚ども。この人たち影屋しかしている。だからって負けない。行こう、一緒に行くぞ。弱っ。いて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 。あくまで脱がすのか。殺すかっこ脱がす。言えなさい。おお、ナイスコンボ。
弱っ。母さんの声、気をつけて、あいつら強いよ。ヘルメットかぶってる。末端の中から高い戦闘能力保有者だけを選び抜いて鍛え上げた連中だから。アームズみてえだね。アームズのなんとか部隊みてえだな。末端は末端。やばい、痛い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 。っていうか、容姿の部下は女性部隊じゃないのかって。カウンターストリップ。ミスってるミスってる。私が行け。すっげー伸びてる。ジーパンはゴムだった。あのゴム風、ジーパン風のゴムズボンか。スズ強い。スズ、やめろ。マスター、ここは我々に任せろ。ブイちゃん、こっちだ。ヤタベさん、どうして。いいから早く。あなたたちの相手は我々だ。行け、ルイ。僕の名前は呼ばない。あいつらからはそう簡単には逃げられない。みんな大丈夫だ、任せておけ。でも安心したまえ。この秋葉原の複雑さはルイちゃんも分かっているだろう。そしてここは我々の庭も同然だ。そうだろ、素人を巻くぐらい簡単だ。多分な。このままエログッズ店へ行くぞ。落ち着くんだ。取り乱しちゃダメだ。本気じゃないよね。怖い、すみません。それよりもっといい場所があるから、こっちにするといい。もっといい場所。この場所へ行くんだ。これは新しい秘密基地だ。自警団のみんなもすでに向かっている。ネオ秋葉自警団。私は別方向に逃げる。少しは目くらましになるだろう。後で合流しよう。さあ行くんだ。はい。みんな。